私たちは自分の正しさに従って生きることで精神が安定します。自分の正しさと違うことをすると罪悪感を感じます。これは悪いことだということをしようとすると嫌な気持ちになるから悪いことができないようになっています。これはどう考えても悪いことだということを繰り返し行っていると嫌な気持ちになることが多くなり、だんだんと心が病んできます。人を傷つけてはいけない、人を殴ってはいけない、人から奪ってはいけないという正しさを持っている人が人を傷つけたり、人を殴ったり、人から奪ったりすると心が痛くなります。それはしちゃいけないことだという信念と違うことをやり続けることでどんどん心が病んでいきます。私たちはそれぞれ違う存在です。だから自分にとっての正しさも人それぞれ違います。それぞれが自分にとっての正しさに従って生きていれば何も問題はありません。私には私の正しさがあるように、あの人にはあの人の正しさがあるんだな。私が自分の正しさに従って生きているように、あの人はあの人の正しさに従って生きているんだなと思っていれば、相手と心地よい距離感を保つことができます。お互いが相手の正しさを尊重する、つまり相手の領域に足を踏み入れないというのが良好な人間関係を築くコツです。お互いがこの人は私の正しさを否定しない、この人は私の領域にずかずかと入ってくるようなことはしないと思えるようになっていくのが信頼関係が深まるということです。自分にとっての正しさとは、これを正しいと思っているのは自分だけだということです。人はそれぞれ違うのだから、自分の正しさと他人の正しさが違うのは当然のことです。自分の正しさと他人の正しさは違うのが当たり前なのだから、自分の正しさがみんなと違っても心配する必要はありません。自分の正しさを他の誰かの正しさに合わせる必要はありません。あなたはあなたが生きていくために自分の正しさに従わなければいけないのだから、他人に合わせても意味がありません。みんなと違うことをしていても、私は生きていくためにこれを大切にしたいんですと思っていればいいだけです。しかし世の中には自分の正しさを絶対的な正しさだと思い込んでしまう人がいます。これが絶対に正しいことだと思い込んでいる人は、みんなにもこれを正しいと思ってもらわなくてはいけないと布教活動を始めます。お前もこれを正しいと思えと権力を振りかざすようになります。このような人は自分の正しさを他人にすり込むことでどんどん仲間を増やしていきます。仲間が増えると今度は組織としての権力を振るうようになります。こんなに私の正しさに賛同してくれる人がいるんだから、私の正しさが絶対正しいに決まってますよ、あなたも私の正しさに従いなさいと数の論理を使って権力を振るうようになります。このような人は賛同者が増えれば増えるほど自分の正しさが絶対だという思いが強くなり、ますます自分の正しさを他人に押し付けるようになります。これが絶対に正しいんだと思い込むことで、これを正しいと思わないやつはぶっ殺せとなることがあります。これは自分にとって正しいことだと思うのは何も問題はありません。自分には自分の正しさがある、他人には他人の正しさがあるとお互いが尊重する気持ちを持っていれば、相手の領域を侵したり相手から領域侵犯されることはありません。自分の正しさを絶対的な正しさだと勘違いすると他人の正しさが間違いということになります。自分を正義だと思い込むことで間違った人間を正さなければいけないと権力を振るうようになります。このような人は自分を正義の味方やヒーローだと思い込み、自分と違う考え方や価値観を持っている人を攻撃するようになります。自分が絶対正しいと思い込むと、この世を正すのが私の使命だと権力を手に入れたような気分になることがあります。そして
他人を支配したり服従させたりすることに喜びを見出すようになります。間違いを許すことができない、間違いを直さなければいけないと気違い的なパワーを発揮するようになります。例えば自分が絶対正しいと思い込んでいる親が自分の子供の成績が悪いのは学校のせいだとクレームをつけることがあります。自分の子供が授業妨害しているのに、うちの子は悪くない、悪いのは学校だ、学校が謝れと無茶苦茶な主張をします。ということで、あなたもこれを正しいと思いなさいと強要してくる人がいたら、この人は自分の正しさが絶対だと勘違いしているんだなと思うようにしましょう。お前の正しさなんて捨ててしまえ、お前もこれを正しいと思えよというプレッシャーに屈しないように気をつけてほしいと思います。あなたにはあなたが生きていくための正しさがあります。あなたはみんなと違う自分にとっての正しさを大事にしても大丈夫です。そしてあなたが自分の正しさを大切にするように、相手の正しさも尊重してあげましょう。